そういうずる賢いところがあるってのは最初から知ってた。でもね、知ってるのはそれだけじゃないよ。この場所だ。君がここで私を助けてくれたのに、アクア君にキスされて嫌じゃなかったのは、君が優しいって知ってたから。私、アクア君となら、キスだってエッチだって嫌じゃないよ。アカネ、それはなんていうか、俺に騙されている。それは言ってもわからないと思うし。素直に思ってること言ってよ。キスもエッチもしない交際とか意味ないって思ってるんでしょ。思ってる感じじゃん。逆に聞くけど、アカネは俺に恋愛感情があるのか。もちろんあるよ。もちろんあるよ。自信ない感じじゃねえか。わかんないよ、そんなの。今まで男の人と付き合ったことないんだから。わかんないよ、私たちの関係がどんなのかなんて。